佐賀。お前たちは先に行ってくれ。ここは私が始末をつける。まさかあの男が生きていたと。そして再びこの佐賀の前に立ちふさがるとはな。あの男とは、本来あなたのものであるジェミニのゴールドクロスをまとったあの男、知っているというのか、サガエ。あの男は、昔このサガに悪への誘惑を囁き続けた男へ。さあ早く、あの男はこのサガに任せて、二人は先へ行け。よし、わかった。もともとこの掃除球は、あなたが預かっていた球だ。少しばかりゆっくりするのも悪くはあるまい。先に行ってるぞ、サガ。13年前、人間の力では決して出ることは不可能なスニオン岬の岩廊から、お前は行方知れずになった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではないのか、サガ。何？アテナを殺し、サンクチュアリを乗っ取るという大それた野望に敗れたお前は、天罰を受け、自ら死を選ぶに至ったはず。それが今またこうしてハーデスの巣窟となり、スペクターの先陣に立ってアテナのお命を狙いにやってくるとは。サガ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。黙れ。その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガをアテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除球を守っている。一体誰の許しを得たのか。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得たのだ。バカ、アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。幸い罪深いこのカノンをアテナはお許しくだされた。これからはアテナのため、正義のため戦い抜くのみ。邪悪の輩はこの掃除球から先は一歩も通さぬから、覚悟しろ、サガイ。一歩も通さんと言っても、すでにカミューもシラもやすやすと通り過ぎていったではないか。愚か者め。どうかね。何？この掃除機、かつては守る人間の力によって迷宮と化すこともあったはず。なんだと？まさかお前。そうだ、カミューもシラも、もはやこの掃除球から抜け出すことはできんのだ。今頃はこのカノンが作り上げたジミニの迷宮に迷い込み、果てしなくさまよい続けているはずだ。なるほど、お前が必死にここを守ろうとしていることはよくわかった。だが今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと少子千万。お前の心は悪一色に染まっていて、決して拭うことなどできはしない。それは私が一番よく知っていることだ。お前の薄っぺらな忠誠心など、このサガが引っ張らしてくれる。お前を倒せば迷宮も消える。まさに一石二鳥ということだ。薄っぺらの忠誠心かどうかはお前の身をもって教えてくれる。行くぞカノン。
サガイ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこのサガに通用するか。レディーオン。これ好き、これ好き。
息の根を止めてやるぞ。私、貴様の攻撃など通用せぬのか。